どうもー、今日もね、木曜日になったんで、観葉植物に水やりをしていきます。先週が先週肥料に水をやったんで、今日はね、肥料をやらずに水やりのみでこうやっていきます。さあ、下から出てきたら、順調にこう水やりがこうできている。水をしっかりこう吸ってる状態にこうなるんで、あ、出てきましたね。今出てきました。水がね、下からこの植木鉢の下から出てきて、ジャブジャブこう水をやると、まあ、いつものようにですけども水をやっていきます。まあ、この1週間に1回これ繰り返しとるんですけども、この時にね、こう普段はね、そこまでこう観葉植物、目には入ってるんですけど、そこまでしっかり見てるわけじゃないですけどね、この水やりをするときにこうちょっと改めて観葉植物の育ち方を見てるというかね、あ、もうここまで大きくなったんやなっていうのをこう確認するというか、なんかよく表現がよくわかんないですけども、そういう感じで見ていると、だんだんこう、涼しくなってくる。まだね、今週とか来週ぐらいまで暑い日もあるらしいんですけど、大阪とかだと、30度近くなるとかいうのも聞いてますんでね、そういう日もあるんですけども、だんだんこう涼しくなってきても、だんだん寒くなって冬になっていくと。で、冬になっていくと、この、たくさんこう葉っぱがついてるものがですね、こうなくなっていくということになるんですね。そこでこう季節を感じるじゃないですけども、その、あ、もう冬やからこんなになったんやなと、こうね、観葉植物、がまあ生き物なんだなというのがこうよく分かりますよね、そういう時にね。ちょっと強めます。で、勢いよくもう下から今水が流れているというところなので、いい感じですね。で、このまま水をやっていって、ちょっと、あ、どうぞどうぞ、いいな、あ、もう通ってや、通っている。ちょっと、帰ってきたんで、あ、ってこっちです。いいか。あ、そうやな。はい。うん、はい。ということで、ちょっと父親が横切ってますけども、水やりはそのまま続けています。だいぶね、この大きい方の観葉植物がだいぶ水やりができたんで、ここから、真ん中の、観葉植物に水やりを変更していきます。これ映ってますか？あ、映ってますね。このね、この観葉植物がちょっとね、この水はけがね、あまり良くなく、下からこう出てくるのにこう時間がちょっとかかるんですよね。ほんで、だから水の量もね、こうかなり少ない量をこうやっていく形にこうなっていくというところです。うん、なかなかツヤが、ツヤしてるんですけどね。ちょっとね、上から出てくる、下から出てきてないんで、ちょっとこれをちょっと置いときますね、このままね。そしてこのクルシアロゼアです。クルシアロゼア、これをちょっと水やりします。よいしょ。がこう下から水が出てきましたね。だいぶ下から出てくる方もだいぶ吸うとということですかね。さあ2回目の水やりですね。ちょっとアングル変えていきます。ちょっとアングル切り替わりました。水やりね押していっています。で下からこうやって水がねぐっと出てくるというところですね。まあそんなにこれに関してはそこまで変わりはないですよね。まあそこまで今まだねあったかいんで十分こう葉っぱが生えてるというか育ってる状態ですね。でここから、どこもまあそうでしょうね。今年はこんな感じまで育ったというところが言えるかなと。先週やった、父親が肥料を持ってきてくれたんですけども、先週やったんで今週はやらないというところですね。ほんでこのチアを見ていただくと、チアがあるのがこう、カメラ越しにもこう分かるんではないでしょうかね。このチアね、チアがすごくいいところですね。そしてこっちがキルシアロデア。これも変な変わらない。こう安定してこういう形ですね。これでもね、植木鉢を大きくすると、いつも言ってますけど、植木鉢を大きくするともうちょっとこう育ってくるかなというところですね。そしてこっちがちょっと水を緩める、形ですね。よし。では、今週の、観葉植物の水やりはこんな感じでした。以上です。ありがとうございます。